ち方はしないで、これは絵を描いた後のラピスラズリが落とし方によって落ちたんではないかなと。これがあの愛のインジゴで、もともとは不溶性ですけども、これを還元して溶けるものにすると、水素結合を作って溶けた状態では非常に大きな数万と言われてますけども、解合状態を作ります。昔は愛は毒蛇がかぶらないとか言われてた、あんなの嘘だとかですね言われてますけども、うまくこういうものをこの愛にやれば子どもの健康とか着る薬とか、まあ、そういうものも可能だし、恣意的に自分の好きな香りとか閉じ込めたいものに添加してそういう藍染めをするということも可能だと思います。で、まあ、バイオリファイナリーというのはそういうバイオマスからいろいろなそういう有用な物質を作ろう。ちょっと難しかったけど勉強になることもありましたのでね、こう全部自分で染めてデザインして、こう型とかも彫ったりしてね、好きなデザインでできますので、あのいろいろ参考にしたいと思いますけれども、初めて聞く言葉ばっかりだったんですけれども、やはりそれを知った上でまた、新たに、藍染めをやっていくとよりいい作品ができるんじゃないかなと思って、すごいあの身になったというか、あの楽しい講演会だったと思います。以上です。どうも。